ジャズ喫茶バリエラのおいちゃんです。こんにちは。今日はですね、デンマークのジャズをお届けいたします。今日お届けするのはこちらになります。ここに、書いてあります。主人公ですね、ビアルン・ロストボールというドラマですね。で、カルテット&トリオ、 A 面が、カルテット、つまり4人ですよね。ピアノトリオにトランペットが入ります。そのトランペットはアラン・ボッチンスキーという人です。から B 面はボッチンスキーが抜けてトリオだけの、そういったレコードになります。このレコードはですね、もうすごく有名なレコードなんですね。タイトルはここにあります。ジャズ・ジャーニーというタイトルなんですけども、リリースされた当時枚数が非常に少ないので、オリジナル版にお目にかかるにはほとんど不可能なことなんですね。これはですので、再発版です。はい。それで、この主人公のビャルン・ロストボルトという人はもうデンマークを代表するドラマです。第一人者です。これが1961年の録音になるんですけども、そうですね、もうアメリカの方ですともうハードバップがもうだんだんちょっとモードが入ってきたりするので、もちろんこれもそういったことを紹介してますけども、メンバーがすごいので、ここに映ってるの、この人がビアルン・ロス、右から2人目ですね、ビアルン・ロストボルドラマーです、それでここにあるのがアラン・ボッチンスキーで、ピアノで有名なベント・アクセンという人がいますが、これはこの人です。はい。それでベースは私知りません、すいません、ベースは誰、聞いたことはありますけどもよく知ってません。エリック・モーズホルムというベーシストがこの人ですね。はい、この4人です。はい。ですね、いいですよ本当に、ヨーロッパジャズならではのこのハキハキした一つ一つがしっかりしたサウンドになってるんですね。やはりクラシックが土壌にある国ですね。はい。それで、今日お届けするのはですね、カルテット編成、せっかく、この馬車に4人が乗ってるので、まあ、この人は関係ないですね、せっかくボッチンスキーが乗ってる4人の方の編成でお届けしたいと思うんですけども、そうですね、いいんですよね、どれも。それで結局 A 面4曲目のですね、スタンダードです、 You Step Out of a Dream という有名な曲です。今からお届けしますけども、もうビャルン・ロストボルトのドラムも刻みもすごくいいんですね。ベント・アクセンのピアノもすごくいいです。ボッチンスキーのトランペット、まあ、まあ全員いいんですけどね。はい。これはですね、ぜひ見かけたら購入するといいと思います。 CD でもいいと思うんですけど、はい。では今からお届けします。ジャズはいいよ。Thank you.